東口新三里駅は埼玉県三里市新三里ららシティ2丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM181989 年頃の新三里駅。間に武蔵野奏車場があるため上下のホームが極端に離れていた。国土交通省国土画像情報をもとに作成相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で 京城駅舎を有している。開業時は上下線のホームが360メートル離れて設置されていて、ホーム中央に稼働橋がかけられていた。上下線の位置が違う不便さを解消するため、どちらにプラットホームを寄せるかで、三里団地、佐月団地の住民と跡地の開発をしたい、三里市とで論争となっていたが、1999年3月20日に、 上り線が下り線側に移設されるとともに、現在の形態となった。駅業務は JR 東日本ステーションサービスに委託し、吉川南駅が当駅を管理している。自動改札機、指定席券売機が設置されている。ララポート新三里の開業による利用者像を見込んで、生産窓口のブース化並びに、自動改札機、自動生産機の増設を行い改札口を、 改良。さらに、府中本町方面ホーム側エレベーター横に、ララポート混雑時の臨時出口を設置するとともに、簡易水化改札機が2台新設された。駅カラーはエメラルド。2019年度の1日平均乗車人員は15,502人で、ある利用客数1。1日平均乗車人員は長らく1万1000人台が続いていたが、 池谷新三里がオープンした2008年度に1万2000人を超え、ララポート新美里とコストコホールセールがオープンした2009年度には1万6337人と大幅に増加し、武蔵野線内25駅中14位となった。しかし、吉川南駅の開業により、2011年度以降は、微減している。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。駅前ロータリーオブジェ、三里団地、札き平団地の最寄り駅である。以前、駅前周辺に広がっていた武蔵野奏者場の跡地では、 三井不動産などによって、住宅や大規模商業施設で構成される、新三里ららシティの開発が2007年11月から開始されている。これに伴い、周辺道路の拡幅や、西口駅前広場の改修も進められ、2008年10月23日より、新駅前広場が同年11月1日。なお、駅前ロータリーにはこの地で生産が盛んであったこと。 また、急走車場の敷地の形に似ていることから、空豆をモチーフとしたオブジェが建てられ、3月29日に除幕式が取り行われた。10月1日から地区内循環の新道路開通に、伴い、西口駅前ロータリーより、左側一般車用交通広場からは左折のみとなり、池谷外周より、指導うね目線に出るようになっている。池谷新三里ララポート新三里島駅には、 以下の路線バスが乗り入れている。東部バスセントラル、明東観光、グローバル交通、マイスカイ交通によって運行され、特に西口バスターミナルには、多くのバス路線が発着している。1番乗り場東部バスセントラル2番乗り場東部、バスセントラル3番乗り場東部バスセントラル4番、乗り場明東観光5番乗り場埼玉観光6番、乗り場マイスカイ交通マイスカイ交通東日本旅客。 鉄道武蔵野線三里駅から新三里駅、吉川南駅注釈、編集出展、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集、JR の1日平均利用客数、JR 東日本の2000年度以降の乗車人員、JR の統計データ、埼玉県統計年間過去に似た構造を持っていた、駅、ありがとうございます。